冒頭でもお伝えしました。9月に入りましたが、県内は今日高気圧に覆われまして、広い範囲で気温が上昇。各地で30度を超える厳しい残暑となりました。県内は今日高気圧に覆われて、朝から晴れ間が広がった影響で、各地で気温が上がり厳しい暑さとなりました。宇都宮地方気象台によりますと、最高気温は佐野で。 猛暑日手前の度となりましたその他の最高気温は小山で33.8度、大田原で33.4度、鹿沼で33.3度、宇都宮と真岡、那須烏山で33.2度になるなど県内に14ある観測地点のうち10の地点で30度を超え真夏のような暑さとなりました。 宇都宮地方気象台によりますと明日は明日も県内は高気圧に覆われて最高気温は宇都宮で35度、大田原で34度の予想です気象庁によりますとこの先1ヶ月の平均気温は太平洋高気圧の影響で全国的に平年よりも高い予想です朝晩は過ごしやすくなっても油断をせずエアコンの適切な使用や こまめな水分補給など熱中症への対策を呼びかけています。